て宮崎さん、はい、木島平村の今が旬のおすすめ、今回は何でしょうか。はい、今回はこちらズッキーニになりますね。はい、もう緑が青々しいですよね。ありがとうございます。美味しそうなんですが、この木島平村のズッキーニの特徴っていうのはどんなところがあるんでしょうか。はい、木島平村なんですけれども、日本の中でもいち早くズッキーニを作り始めた地域でもありまして、その分ズッキーニの、育て方にはもう本当に熟知しておりますので、美味しいズッキーニになっております。豪雪地帯でありまして、はい、豊富な雪解け水が春になると流れてきまして、その美味しいお水をいっぱい吸ったこちらのズッキーニも同じくみずみずしく大変美味しいものとなっておりますね。その雪の下で美味しく育ったわけですね。そうですね。ぜひこのズッキーニ味を確かめてみたいんですが、はい、今回こちらのズッキーニぜひとも召し上がっていただきたいと思います。はい、では今回はこちらズッキーニのオリーブオイルの塩コショウ炒め召し上がっていただきたいと思います。はい、もういい香りがしますね。ありがとうございます。それでは早速いただきます。はい、甘みもあってもうほんとみずみずしいですね。ありがとうございます。こういった新鮮なズッキーニだからこそ、このシンプルな調理法が、はい、美味しさ味わえますね。そうですね、素材の味というものを感じられますからね、こういう方が。はい、はい、他にはどういった調理法がおすすめですか。はい、こちらのズッキーニなんですけれども、油との相性がとてもいいので焼いてもいいですし、揚げ物、まあ、天ぷらなどこのまま輪切りにして衣をつけてもらってもいいですし、その他にもピザやグラタンの具としても活躍できますね。そういった使い方もあるんですね。はい、これからの時期ですとカレーの具なんかにもよろしいですね。もうまさにこう初夏の野菜ということで、そうですね、彩りになりますね。はい、いろいろズッキーニの楽しみが広がりますが、このズッキーニいつ頃から店頭に並ぶんでしょうか。はい、ちょうど今の時期から、4月の中頃までが、最盛期となっております。その後もまだまだ物はあるんですけども、やはり今の時期がとても美味しいので、ぜひとも召し上がっていただきたいと思います。ぜひこの時期にこの美味しいズッキーニ食べてみてほしいですね。はい、